入りの泉とやらはこの地を抜けた先か。急ぎ軍を進めるとしよう。将軍もなく私の邪魔をしに来た。この先へは進ませ任せるがよい。オーディン様のもとへは行かせん。お前は私が認めた勝利。これぐらいの働き当然だな。なんと圧倒的な力だ。よもやこの地にまで踏み込んでくる。自ら滅びを早めるような。任せるがよい。すごい。なんて堂々たる姿。あなたの勇姿に勇気づけられました。そうか、奴も近づいてきているね。私は滅び、またまみえよ。好きなだけあげたよ。だが滅びの運命からは逃れない。そんな、何事もなかったかのように復活するなんて。間もなく。無駄。間もなくこの世界は滅ぶ。我が望みが成就するのと引き換えに。オーダー、やはりまた姿を現した。魂を滅ぼさん限り倒れぬとは不愉快なやつ。不愉快では戦うより他あるな。この先へ進むためにもな。あら皆さんお揃いで。これならオロチ様もきっと満足してくれるわ。全て砕いてやる。冗談。ここの始末はあの者たちに任せるでしょう。よくやったな。お前の力頼らせてもらおう。どうやらオーディンは去ったようだな。早々に妖魔軍を退くこの地を抜けるとしよう。妖魔があんなにたくさん。ここは私に行かせてください。未来を信じて戦えば道は開けます。
皆さん、勇気を奮い起こしてください。妖魔どもに我が愛の力を注ぎ込んでくれ。ゼロスポー、一手あやつらを粉砕せん。消え物に妖魔どもを強化したようだ。術のもとを断ちたいところだが、こんな奴らに破れるわけに。何を手こずっている。どけ、俺が砕き潰してやる。いいか、腰抜けども、この俺に続け。敵の倒し方を教えてやる。勇気づけられました。俺も遊んであげようじゃないの。ルッキー。孫悟空の分身か。猿の一つ覚えではあるが厄介だな。俺が行こう。心眼を見抜けば早急に型をつけられるはずだ。受けてみろ。俺の他にも聖騎士と呼ばれる奴がいたか。共に敵を血祭りにあげてやろう。見事、お主の暴力まさに無双じゃ。見切った。猿の本体は遊ぶだ。これが本物。大当たりって、なんでバレたの。仕事柄心眼を見極める眼力は鍛えているのでな。実に素晴らしい。飛行だからこそ私の期待に応えられるのか。Yeah.
これで術の効果が消えたはずだ。残った妖魔どもを殲滅するぞ。砕かれるの砕かれるのどっちが好み？守ります。華麗な少女や表なめとったらいけまうで。おお、やるな。その調子で囲碁も励むのじゃぞ。滅びを欲する我を倒せずして生に勝ち得たオーディンを倒すことはできぬ。強者たちよ、我を超えてゆけ。とうとう現れたか、オロチよ。ここがお前の選んだ終幕の地というわけだ。オロチ、ようやく現れた。その動きだ、貴様は俺が倒す。あいたかった。それは俺は帰るぜ。あとよろしく。任せるがよい。守備は上々。残る敵を討滅せん。オロチ、この清盛も冥府まで王とも捕まつりますぞ。任せるがよい。オロチ様には指一本触れさせねえ。この水地様がいる限りだ。受けてみよう。魔王オロチ、喜べ。最強の腕で貴様を沈めてやる。待ちわびたぞ、強者へ。我に挑め。打ち止めそう。はい、はい。オーディンの生への執着、それが破滅を呼ぶ力となり、満ちて、この地こそ我が滅びにふさわしい。まだ足りぬ。この程度で我は滅びはせぬ。我の奮戦はこの場所で、いつまでも見ていたよ。これで終わるか。オロチよ、ついに自らの望む永遠の滅びを得たか。戦界にて犯したその罪もまた今ここに葬ろう。今度こそ安らかに眠るのに。さらばだ。ほう、いいぞ。